お、来た、スカウト。あれはスカウトの影山さん。これはアピールしなければ。総力、肩、打撃力。まあ、打撃力でいいと思いますね。一応 E あるんで。お、打ってる、打ってる。うん、課金、課金と。よし、スカウトの評価上げていく。そう、能力上げておかないと。クリスマスイブ。クリスマスが今年もやってきた。あら、なかなかいいお店ね。いつまにこんないいところ、抑えてたのかしら。おほん、まあ俺一級社員だからさ。神の溝知るってところさ。さあ今日はクリスマス、大いに楽しもうよ。ああ、楽しかったね。さあ帰ろうか。お会計になります。耳揃えてお出しください。はいはい。財布は。え？何してんのこいつ。どうしたの小峰さん。まさかとは思うけど。悲しいニュースです。そのまさかというか、財布を家に忘れてきたというか。キャッハッハッ。おい、何やってんだよ。抑えておいてさ、レストランを。これはないわ。一言で言うと、ごめんなさい。キャッハッ。小峰さん、一言で言うと、かっこ悪い。ミオさんにお金を立て替えてもらった。なんて俺は間抜けなんだ。やべえよ。このまま振られたらマジ泣いるんだけど。休むわ。うん。構成以外。これで、てかさ、俺、あれなんだ。払わなくてよかったんだ。うん。さっきのお金。うん。むにゃむにゃ。まったく誰に似ちゃったんかしら。やば。げ、もうこんな時間。やべえ。ああ、もう何やってんの、お前。遅刻してんじゃねえ。今日はミオさんと初詣の約束だった。急がなくちゃ。え、これさ、前もこうなってたような気がするんだけど、好感度関係あるんすか？あ、デートしなきゃダメなんだ。キャッハ。小峰さん、あ、ミオさん、待った。大丈夫。あ、よかった。今来たとこだってよ。うん。そんなこんなで一緒に初詣。やっと順番が来た。さて、何をお願いしようかな。まあ、どうしようか。野球がうまくなりたい。お金がいっぱい欲しい。彼女とももっと仲良くなりたい。まあ、どうしようかな。彼女ともっと仲良くなりたいにしましょうか、今回は。さっきあれだったから。うん。去年は野球にしたからね。今回は彼女を大切にしよう。うん。何も言ってないわよ。その後、毎年恒例のおみくじをした。おー、来た！大吉だってよ。やったわ。前回今日だったからな。ねえ、小峰さん、さっきはどんなお願いをしたのかしら。ミオさんと仲良くなれるようにって。え？ふふ、何を言うかと思ったらお上手ね。えへへ。よし。いいね。しばらくデートしなくても大丈夫そうだな、これは。うん。完全に彼女の心をね、掴んだわ。うん。